黄金を抱いて飛べは、1990年12月に、新潮社から出版された、高村香オのサスペンス小説。高村のデビュー作である。小説新潮1990年10月号初出。第3回日本推理サスペンス大賞受賞。単行本は1990年12月10日、発行。文庫本は1994年1月25日、発行。 大阪に本店を置くメガバンクの地下には240億もの金塊が眠るという大阪の街でしたたかに生きる6人の男たちはそのロットンの金塊強奪計画を企む彼らは無謀なまでの強奪計画を企てて鉄壁の要塞からの金塊ダッシュに挑もうとするしかしそこには誰も知らない6人の過去が複雑に絡み合っていたなお六人のうち 関西育ちで関西の言葉を使うのは神戸出身の野田のみ。神田は7歳で小木久保のおじに引き取られており、北川も千葉の出身。岸口老人に出身地の記述はないが関西弁を使っていない。1991年4月2日に日本テレビ系列歌謡サスペンス劇場枠で放送。2012年11月3日に公開された伊豆津和幸監督。 妻吹ぶ主演の実写映画、2012年1月7日、クランクイン。全国191スクリーンで公開され、2012年11月、3、4日の初日2日間で、公衆1億98万4200円、動員7万5120人になり、映画観客動員ランキングで、初登場第4位となった。キャッチコピーは、札束より欲しいもの、 お前にはあるか私が黄金を追う理由映画、黄金を抱いて飛べ、スペシャルドラマ、ビートブ、オリジナルストーリーの、前後話からなる携帯ドラマ。映画公開前の2012年10月1日から10月27日まで、ビートブ &D マーケットビデオストアにて配信された。キャストスタッフブルーレイ、DVD 発売元、ABEX マーケティング販売元、 ハッピーネット私が黄金を追う理由映画、黄金を抱いて飛べ、スペシャルドラマに関するカテゴリー。ありがとうございます。